はい、どうもキョウペイちゃんです。荒野行動やっていきましょうということで、今回ですけども共同作戦、新しいレジャーね、これをやっていきたいと思います。で、今回は何をするかというと、デパートね、野良で潜ると、まあ8割型デパートもしくはサッカー場行くんですけど、まあ、今回はデパートの俺がね、ここめちゃくちゃ強いポジションと思ったところ、そこをね紹介していきたいなと思います。ということで早速ね、デパートに行きましょう。なんかさっきからね、他の人のボイチャーから変な音が聞こえる。まあそれはといてね、今回一番強いなと思うところはここなんだよね、ここ。ここが圧倒的に強い。ここ、やばいやばいやばい、めっちゃいるめっちゃいる。え、ちょっと待って、撃てない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 。ちょっと待って。え、撃てない撃てない撃てない。え、銃マークない。ちょっと待って。撃てない。銃マークがないぞ。いやいや、やばいやばい、一回ダメだ。一回落ちよう。うわ、最悪なんだけど。マジで。あ、出てきた。いや、やば。最悪なバグだったんだけど。ま、前にね、ここが強いって紹介したんですけど、今回はさらに一個上のポジションが強いです、ここ。やばい。ちょっと待って。いや、死ぬ。普通に死ぬって。危ない。上にもいる。上にもいるね。で、この上が、どう頑張ってもいけないから、一番最初にね、ここに行くと、圧倒的に強いっていうね。で、まぁ、今回はちょっと俺一人だけになっちゃったんですけど、まぁ、本来であれば、チームでここに降りれば、絶対勝てるから。いや、ごめん、絶対は言い過ぎたけど、万が一ってこともあると思うんですけど、まぁ、ほぼほぼね、負けることはないかなと思います。ということで、どうしよう。ちょっと待って、一回回復したいな。めっちゃね、めっちゃ誰かのね、ボイチャから不思議な音が聞こえてくるんだけど。何なんだろうね、この音。すごい気になるんだけど。動画撮ってるから、ちょっとね、なんか静かにしてほしいんだけど、でもね、まあ、野良なんで、まあ、そんなことも言ってられないと。怖いな、上にいるんだよね、敵がさ。誰か来たっぽいな。やばい。OK! よし。なんか武器持ってるかな。まだ上いるね。まだいるぞ。おお、いいね。めっちゃ揃う。いいぞ。ちょっと待って。一回ちょっと支度だけさせて、支度を。上にいるんだよ。あれどうやってやるんだよ。まあ、こうなるわけよ。うん。自分がね、上にいる場合はいいんだけど、敵が上にいるってなると、もうほんとね、攻撃の手段が、セントラじゃねえ。なんで間違った？どうやってシュルーダンをセントラと間違ったんだろうね。まあ、シュルーダンしかないと。ね、で、投げてる間って、あれ？あ、違うか。ちょっと待って。え、動き出したんだけど、何？ちょっと待って。え、なんで？え？何今の？血しぶき出なかったよね。何だったんだ今の。わかんないけど、さっきの上の人かな。まあ、そんな感じで、まあ、上の人が降りてこない限りね、攻撃ができないと。で、手榴弾でも攻撃はできると思うんだけど、まあ、実際投げてる間ね、まあ、フリーっていうか、うん、もう撃たれ放題みたいな感じになっちゃうんで、圧倒的にこの上が強いんだよね。敵がいるね、近くに。階段登っ、来た。81か。硬っ。めっちゃ硬かったぞ。なんで？よし。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じでやっていくというわけで。あれ？でも、防具レベル1だな。俺のエイムが悪かったらしいね。味方がダウンしてる。ちょっと助けに行かなきゃ。あー、一人になっちゃった。いや、もう突っ込んでいくか。もう、一人でやってもね、しゃあないわ。今、いたね。あ、やばい、もう一人来てる。うわー、くそ！もう一人来てた。うわぁ、くそぁ。ということでね、ちょっともう一回やっていきましょう、もう一回。今回は、ちょっとね、デパート行こうと思ったんだけど、ちょっとデパート行けそうにないんで、まあ、サッカー場に行きたいと思います。で、これも、まあ、まあ、チームでやればね、もっと強いと思うんだけど、まあ、チームでやる場合は普通に行っていいと思うんだけどね、もし、こんな感じでね、一人になっちゃった場合の、俺の作戦をちょっとね、ここで披露していこうと思います。で、このくっそ早いタイミングでパラシュートを開く。
そうするとね、もうあのみんな先に落ちてめちゃめちゃやり合うから絶対ね。で落ち着いた頃にあの俺が降臨して後ろから倒していくという感じで、まあ、今回そういう作戦ねちょっとやっていこうと思います。なんでね着地した瞬間見られるとまあもうその時点でね、まあ、即死なんで、まあ、どっちにしてもねこの大量の人数の中に一人で突っ込んでたところで絶対死ぬから、まあほぼほぼ死ぬなんでね、まあ、こういう作戦もありなんじゃないかなという感じで、まあ、一つのね、まあ、ネタとしてちょっと見てもらえばいいかなと思います。ということでやっていきましょう。めっちゃ優雅に落ちてるけど大丈夫か、ワンチャンカーとかでこれ抜かれないかなということでやっていきましょう。3人ぐらいいるか、私が降臨します敵多分向こうとやり合ってるね、あのさ北西の方向の敵とやり合ってるんで多分全員そっち向いてるはず。俺がこうやってねしれっと着陸していく。オッケー、こっち気づいてないでしょ、これやれるぞ多分、ワンチャンやれるぞ。はい1人、はい2人、あと1人、あれどっか行った、あでも3人やったか、オッケーオッケー、まあ、こんな感じねそしてこの人たちの物資をいただいていくと完璧じゃんこれ。あそこに1人まだいるな、カーが、あカーあった、あいや待って待って、手榴弾マジ、ちょっと待って、一回回復したいね、やばいやばい、めっちゃ手榴弾ラッシュ来てる、もうそいつら全部俺やったからやったから許してくれ、やべ弾取ってくるの忘れた、最悪や、他の人持ってないかな、他の下に入ってないか、あれとかに狙撃の弾入ってないかな、あったー、オッケー、いいぞ、ちょっと待って、一回リロードしよう、4発しか拾ってないし、そうリュックないんだよな、忘れてた、致命的だわこれ、こっちいないか、いた、オッケー、一人やってく、あとはそっちだな、そっちにいるよね、さっきのやつもかっ、あオッケーオッケー、かっきり入った、あとはそっちだね、いよくないこの作戦、このこのさみんな忘れた頃にしれっと背後を取っていく、これ失敗するとあの着陸失敗するとね普通に敵にバレるから、まああの何ていうのワンチャン狙っていく意味でね、まあ、こういうのもありなんじゃないかなと、あれもやりたい、あやべえクソエイム、オッケー、これで、あえ今キル取られたな絶対、最悪や、そっちのやつだな、いないよね、ほらキル取られた、いるか、いやいないよな、そっちにいるんだ、あれか、うわくそ、うへへやばいね、緊張するめっちゃ、ちょっと待ってヘルメットないからな、一発なんだよね、やばい見えねえ、ちょっと一旦ちょっと離れよう、そっちにも、あ、いた！やられた。まあ、こんな感じでね。まあ、こんな感じで、まあ、今回ちょっと一人だったんで、ちょっとね、あの、蘇生も、まあ、無理そうなんでね、諦めるんですけど、まあ、チームでやるとき、まあ、こういう作戦も、ありなんじゃないかなと。だって今、普通にさ、かなり遅れて到着したけど、まあ、4キル取ってるし、まあ、実質1つ、あの、キルドロされたんで、まあ、実際はね、5キルぐらい取れたんで、まあ、全然キルも普通にね、取れるし、うん、まあ、ワンチャンかけるという意味で、まあ、こういうのもありなんじゃないかなとね、思います。ということで、ちょっと、もう一回だけちょっとやっていこうかな。今度はデパートに降りたいね。さあ、もう一度ね、この最強ポジションからやっていこう。味方が誰も落ちないな。待って、敵、あ、いた、人いた。こっち全然見てないんだけど。オッケー。全然こっち見てなかったね。オッ
ケーオッケー、ちょっと待って、フィッシュを奪おう。おお、ちょっと待って待って、え、待って待って、見えてなかった見えてなかった、いた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 、人いたわ、よかった狙撃の人でよかった。オッケーオッケー、これでこれで結構いい感じじゃない。待って、弾あ拾えないか。まあ、狙撃も持ったしね、 MP5 もあるとこれ強いでしょ。そこに人いるじゃん、あれやれるね、こっち全然気づいてないでしょ多分。 OKOKOK MP5 も結構届くね。よしよしよし、これで3キル。もういないか。いや強くないここマジで。もういないっぽいね。あとは下かな、味方が、味方がそこにいるから、ちょっと会いに行こうかなちょっと会いに行こうかな。こんにちは、マイクつけてないけど気持ちだけこんにちは。なんやかんや、もうあと20人ちょっとだね。どこだ、まあ、ちょっとねここまで、お、やばい、まあ、ここまで何も何事もなくここまで来たんで、多分中盤カットしてると思うけど、いた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 、あちょうど死んだわ大丈夫かな味方、オッケー、ナイス回復。どこだ、どこ撃ってんの、いる、見えねえな、どこ撃ってんだろう、 あそこか、あの車のところ。お、ナイス、いいね、オッケー、4キル目、いや、いいんじゃない普通に。いや、これ、待って、やばい。これ、普通にとんかついけそうだな。オッケー。もう、これを乗って、ちょっとアンチ行こう。もう、2人しかいない、こっち。結構きついな。どう行く？ちょっと迎えに行かなきゃな。待っててね。今行くよ。待っててね。急がねば。いや、結構ね、アンチ痛いな。ガソリンが怪しすぎるんだが。ええー、待て待て、え、いたの、ちょっと待って待て待て。うわ、くそ、マジかよ。いたのかよ。全然見えてなかった。全然見えてなかった。最悪だ。いや、ナイス味方。めっちゃうま。めっちゃうまいな、この人は。ナイスすぎ。間に合うか。いや、マジ助けてくれるのありがてえ。あれ救助中も HP 減るんだっけこれ、アンチガイだと。マジか、なんか、せっかくここまで来てくれたら申し訳ない。ちょっとこの人に託そう、今回は。7キルしてんじゃん。すごいな。いや、頑張ってほしい。この人をこう、ちょっとね、見守るわ。マジで、いや、これマジでとんかつしちゃうんじゃないやばい、強いぞ。多分この下に痛い痛い痛い、ナイス、あと一人だ、物資送ろう。いや、邪魔になるか、この場面で邪魔か。ナイスナイス、しっかりとキャリーされていくありがとうございます。ってな感じでね、まあ、今回はちょっとね、あのデパートの、あの俺がおすすめするね、あの最強ポジションスタートで、まあ、俺は途中で死んじゃったんですけど、まあ、鈍化することができたということでまあよかったね、あのサッカー場で使ったあのゆっくり落ちるね、あの技と、まあ、あのこのデパートのね最強ポジションと、よかったら参考にしてみてください。